m 9銃剣はアメリカ軍で使用されている M16 系統の自動小銃に装着する銃剣 M16A2 の採用に合わせて1984年に m 7銃剣の後継として採用された。大規模な火力を持つ兵器を用いた近代戦において近距離で将兵が入り乱れて行う白兵戦闘が発生することは非常に限定的であり。 銃剣を用いての接近戦は稀である。そのため、アメリカ軍においても、銃剣の持つ役割の比重は、だんだん低下していた。M7 銃剣は短い刃を持ち、最低限の視察性能を持つ簡素なモデルが採用され、銃剣が使用されるのは、銃弾が尽きた後の最終的な手段や、式典などの儀礼的な場合に着剣されることが想定されていた。そのため、 m q 銃剣では、銃の先につけて使用するためだけに傾向するのではなく、野外活動に伴う、様々な目的に使用できるようにいくつかの用途を付随して用いられることを想定して設計され、MQMPBS とも呼ばれる。発明家であり、米軍の兵器やゴルフパターの設計でも知られるミッキーフィンによってデザインされ、32万5千本が米軍へ正式納入された。 主な生産は、バック車、フロビス車、ランケイ車、オンタリオ車など。m 9重剣と M1010 検証1と、組み合わせて、ワイヤーカッターとして使用する状態等身は、クリップポイント、HRC コード53から58の約6ミリメートルの厚さを持つステンレス製で、等身右側面には大きめのブラッドグルーブを備える。鞘と組み合わせて、 ワイヤーカッターとして使用するための穴が、陶身に開けられており、ヒルトには、線抜きとして使用するためのくぼみが付けられている。鋼材はナロータングで、中空ハンドル内を貫通し、ハンドル後部で六角ネジで固定されている。そのため、六角レンチを使うことで分解メンテナンスが可能である。プラスチック製ハンドルの断面は、円形で、滑り止めが施されている。 鞘はプラスチック製で裏には砥石が取り付けられ使わないときはナイロンのベルトでカバーのように覆えるようになっている。鞘内部には刀身を保持するための板ネが取り付けられており振ったり逆さにしても落ちることがない。鞘の表にはナイロンポーチが取り付けられており M 級拳銃のマガジンや小物を収納することができる。鞘下部には 刀身の穴と組み合わせるワイヤーカッター機構がある。ベルトにつける部分は太めの針金のようなクリップになっている。ベルトにつけた状態でもワイヤーカッター機能を使用できるようにベルトに装着する部分とサヤ本体はファステックスで脱着できるようになっている。本モデルの影響は大きく、ナト t 軍も類似したデザインの重剣を採用しただけではなく違法にコピーされたものも含めて 本モデルにインスパイアされた類似したナイフが多く生産された。公式の派生としては爆発物処理に使う M11 ヤードと呼ばれる M9 に酷似したナイフがあり、こちらも正式採用されている。また、その知名度の高さからアニメやゲームにも M9 と思われるナイフがコンバットナイフとしてたびたび登場する。M910 件は画期的な銃剣であるが、 重くかさばる。そのためなのか、アメリカ海兵隊では、M 級があまり使用されていないようで、M 級が採用された後も、旧来の M7 0剣や、か、バーナイフを使用しているという。海兵隊では、これら2種のナイフを統合するおかぜマイナス 3S という新型重剣が最近になって採用された。ありがとうございます。